はーい、皆さんこんにちは、のっぺです。信長の野望大使やってみましょう。さあ、前回はこちら、北条そして南部を滅ぼすことができました。これによって現在我々織田家そして南部家を残すのみとなりましたね。さあ、完全統一がすぐそこまで近づいています。頑張っていきましょう。よーし、やってきまーす。さあ、それでやっていきましょう。現在南部とは同盟が切れてるんですけども、すぐ宣戦してくるかもしれないですね。もうすぐ9月で兵糧入るんでね、そこまで待ってもらえるとありがたいんですけども。で、こちら、日の熊城で流行り病大丈夫ですか？まだ、いや、流行り病か。で、こちら南部家やっぱり来やがった。早すぎる信長よ、貴様の領地も加えてやろう。なんだと。さあ、南部家との通商協定が破棄されたので大証券形成でございます。さあ、大証券形成で、こちらも大証券形成ですね。結構南部もね、証券進出してきてたんですね。わ、めっちゃ大証券形成フィーバーよ。ほうほうほう。でもこれでかなり私たち収入上がるんじゃないですかね。まだあるんだ。もう進出しきれんほどの証券あるもんな。さあ、行きましょう。敵が我が領内に向かっております。8万1300が来るって話、なに。ちなみに、まあ、行けなくはないか。っていうか、余裕ですね。行きましょう。覚悟はいいか。さあ、行きましょう。で、そうですね。じゃあ、逆にもう一個攻める？5000城、いいっすね。じゃあ、行きましょう。行ってやるわ。はい。まあ、まずは2体。さあ、秋になって兵糧が入ります。兵糧は115万6372。すげえ。で、金銭収入もプラス25万。うわうわ、すげえ。ご命令を。さあ、それではさらに兵を出していきましょう。そうですね。じゃあ、信長28000。俺に続け。これをマイル。そうだな。大田原、烏山、大田原にしましょうか。俺に続け。はい、行くぞ行くぞ。で、調略も行っていきましょうか。で、割と離反できそうな方多いですね。あー、伊達春宗もいるのか。はいはいはい、なるほど。さあ、調略できるでしょうか。じゃあ、毛利元就お願いします。承知した。さあ、行くぞ。で、じゃあ今度は橘道世さん、あ、44800。皆の者、我に続け。44800を、じゃあこっち行く。烏山行くぜ。皆の者、我に続け。さあ、では行きましょうか。はい。このさあ、南部春政、はい、馬術長連してみせようぞ。さあ、集まれ集まれ。で、この辺りで、ここで対面使う。さあ、まずは足軽青年行きましょうか。はい、天も人も。さあ、行くぞ。俺に背くことは許せん。はい、足軽青年ドーンからの、はい、うつけの野望じゃない、覇王の野望か。あ、変わってる。まあ、そういえば天風命令もないもんね。天保命令かな。ちょっと字がちょっと間違えてたらごめんなさい。行くぞ。はい、我が野望。さあ、何人たりとも止められぬ。はい、じゃあ覇王の野望もううつけではないということか。じゃあここはまあユービムかも使っていこうか。いや、あ、下にもまだあるじゃん。砲術検査もいいな。いや、ここはユービムかんでいこう。天も人も、はい、俺に背くことは許さぬ。もうそこで南部滅ぼし去る。じゃあ木下秀吉、はい、3万500。皆の者、はい、進め、行くぞ。じゃあ米沢ちょっときついな。ここはじゃあ小峰城。皆の者、行ってみましょう。で、こっち大丈夫？行くぜ。あ、こっち行くか。はい、覚悟はいい。行くぞ。待機する。ほら、はい、シギナサトン、わらん勝ちは揺るぎません。そんなわけねえだろう。5万と8万やぞ。はい、ウリツラの戦いかな。島津義弘 VS 南部春政。ああ、でも兵数はお互い互角なんだ。まあでもこれはどうでしょうかね。こう8万潰せたらめちゃめちゃでかいですけどね。さあ、まずお互いの部隊を確認。これが私たちですね。まあどうでしょうかね。で、これが向こうか。いやー、まあいい勝負というところじゃないでしょうか。
さあ行きましょう。はい、海戦ウリズラの戦い、お前らさあ行きましょう。ついてこい。今回私はのろし金金金金の奈落うずめび、奈落沼沼沼沼の作戦釣りのぶせと、あと偽砂術作ですね。さあ行きましょう。で向こうがのろしと陣か。まあとりあえずじゃあ位置よ、ご命令を。集まってもろって、で早めに早めにこの王将潰さなくては。始めよ。じゃあこう言ってみましょうか、はい、覚悟しろ。始めるぞ。見よう、行くぞ。釣りのぶせうまくかかるかな。さあでまずは、はいはいはい、掴みましたぞ。でのろし壊してもろって、壊ったけど、よし、オッケー。でこう下がって、覚悟しろ。下がって、始めよ。始めるぞ。撃っちゃって撃っちゃって。さあまず沼、沼だ。ほらー、くらえー。覚悟願う。覚悟せ、ご命令を。覚悟しろ。あれ、さあお覚悟願おう。はい、じゃあ釣りのぶせ、はい、さあ行ってみましょう。さあかかるかな。さあ見誤ったか。こっちのゲチのぶせ隊が戦えばいいのかな。全然分かってないまだ。矢の者、行ってみよう。恐れるでないぞ、はい、ここで行きましょう。はい、あーでもこいつ速い。あー馬か、くっせー馬。はい、こっせー、ちょこちょこちょこ。あー高成功しちゃった。わかれ、ほら、いけるいける。ゲッチ取っちゃって、全然釣りのぶせできてない。でまず一体撃破れると。で、ご命令。で、どこ、ご命令よ。どこ、他の、あー釣りのぶせ失敗。はい、釣りのぶせ見立つ、ごめんなさい。下手でごめんね。ものだ。さあどこだ、覚悟せよ。釣りの舞台どこよ。ご命令。あーで、のろし壊しとるやっけ。始めるぞ。もうパワー、パワーよ、パワー。ゲチ、力こそパワー作戦に。始めるぞ。始める。動き早え。息のね、止めてくれよ。やりたい。で、こうだな。やってやるぜ。でも金もう一個渡す。はい、やってやるぜ。皆の者、簡単に打ち負かしたらいいけど、で沼はまらん。回避持ちだ。ごめん。おいおいおい、一ご命令。早いな。これほどと。でこう相手っぽ、皆の者、恐れてないぞ。でこう、でこう、これを、いい調子、いい調子。ご命令。相手っぽ、はい、皆気を引き締めよ。よりとい、おい。全然罠はまらねえ。そしっけ、出てこ、はい、やってやるぜ。今も引くぞ。いいぞ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 。やべ、でこう鉄砲、はい、いっちゃれ。でこそんなはずでは、くそー、真っ逆さぎれが遠い。一旦引く、やりたい。向かって、もう前を向かって、そういうかけるわよ。はい、さあ行きましょう。はい、どういう、さあバンバン撃ったれ。いいぞいいぞ。ご命令よ。でも結構いったよ。はい、まあこれすぐ終わるでしょう。見て、これ高速戦全然使えなかった。発動するタイミングあったかな。あーで勝ちましたね、ナイス。すごいな。だからやっぱ南部めちゃめちゃ早い、ね、全然追いつけなかった。島津の戦、いやーこれはこんなことあるんでしょうか。向こう8万被害受けてるの、うち5000っていう、恐ろしい。いやまあ島津のこのね、もう名が届いたと思うわ。いざ参らん。下手か、覚悟はいいか。行きましょう。我が領内に敵が迫っております。何、2万が来るって。まあでも守れるっしょ。じゃあ、じゃあこっち参る。2万8000こっちか。はい、俺に続け。行ってみましょう。王国いた。さあさあさあ、表情ですよ。はい、表情でございます。行きましょう。
いや、新しい方策はないですけども、まあどれ取ればいいかな。まあとりあえずボロ州とか高の目取るぐらいかな。で、あとは商業系もまだまだ取れるもんな。じゃあ商業と軍事で、はい、行ってみよう。で、ピッカーン、ダブルピッカーン、信長、今川義元カラーの、じゃあ、はい、三姫、はい、これで表情を終える。で、そうですね、まあこんなもんですかね。高止めか、いや、このままで。で、後ろの方からも兵送ってもらいましょうか。北条氏康、いいですね。よし、48,500。進め。48,500はこっちか、柴田。進め。で、もう一部隊ぐらいいけないですか。あ、まだまだいけんな。明智光秀25,000。さあどんどん来い。進め。兵糧ある、兵糧あるんじゃい。で、まだ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 出せるよ、進め。多分、あー出せなかった、すいません。あー、でもいけるいける。武田信玄36,000。いいぞいいぞ、行くぞ。さあこっち行くぞ。進め。で、次は取引を行いましょう。軍馬買って、で、鉄砲買う、もう買い放題ですね。今行ってみましょう。はい、さあ太田城到着。太田城は方位69日、意外とかかる。さあさあさあ、で、こっちからは14,500来てる。で、こっちは28,000来てる。いけるか。はい、さあこちら、戦場は狭く勝敗の具合は分かりません。行きましょう。お願いします。はい、5000の戦い、吉川元春 VS 八かす道ためかな。あとで調べておきます。さあ行きましょう。あ、さあまずはお互いの部隊を確認。まあこれが私たち、あ、めちゃめちゃ強い。まあこれなら勝てるんじゃないですかね。さあ行きましょう。はい、海戦5000の戦い。さあ矢頭は道ためを倒しに行きましょう。全然カスじゃなかった、柏だった。さあ行きましょう。今回私は金金金金の沼で、向こうは金金金か、了解。さあまずはまずは始めましょう。まあ、言うてお覚悟願います。まあなんとかなりそうではあるんですで、長尾かけとあの客が怖い。お、もう出番か。さあさあさあ、覚悟しろ。進みなさい。ご命令を。さあ撃っちゃって、攻め込むぞ。さあ来た。ご命令、覚悟せよ。デッチ、かかれる理由を掲げよ。こっち来た。投げ払え。こっちはもう止まってねえじゃん。はい、ご命令を。で、やりたい。よし、沼かかった、いいぞ。そこも沼、なんでそこ。横槍を入れよ。望むところ。御仏の導くままに。で、この一撃、すべてをかける。始めるぞ。若干キッカー元あるが心配。浅はかな。結構早い。投げ払え。さあ、いける。ここは三本の矢、もうちょっと近く。ご命令ください。始めるぞ。敵の居場所が知れました。よし、行こう。こちらが三夜決着、一枚上手のようですね。よし、まず一部隊撃破。足軽隊前へ。で、こうですね。で、キッカー元ある、下がって。ゲチ、みんな盾となれ。始めようか。みんな力を合わせ。さあどうだ。足軽隊、やばい、向こう大将がやられそう。やめてー。まあ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 、まあ、いいでしょう。まあ全滅させたかったけれども、言うて私たちも結構きつかったからね。もう終わりか。もうこの見てくださいよ。 なぜ南部は私に歯向かう。さあこれでどうでしょうかね。いやでもまだ向こうめっちゃ兵おるな。で、逃がして逃がして、まあ処断してもいいかな。まあでも許してやろう。今回は優しい信長でいくから。さあこちらは水攻め43日。さあ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 、心優しき信長よ。で、こっち来んな。はい、使いの者が。はい、南部より交渉の申し出。金銭128,200。お前から宣戦しておいて。いやー、でもこれ
私たちの半月の収入やからな、もっと出せよ。ほら待て、後悔させてやる。はい、烏山到着。烏山は方位44日。はい、で、この方が説得に応じる。はい、どういう方？特古城、特古城はね、この辺ですよね。これだー、遠い。で、どうでしょうかね。やっぱり南部の兵まだまだいるな。くそー。さあ、で、こちら、はい、五戦場三つ目完了。さあ、いけいけいけ。まあ、ここはもう最初だから仕方がない。はい、こう、シゲナサとワランカチは揺りません。まあ、指揮は取らなくていいか。よーし。まあ、時短も大切だからね。それが信長の戦。米沢じゃなくて、近いとこないかな。じゃあここにするか。米沢。はい、俺に続け。さあ行くぜ。さあ攻撃中の五戦場に、7388が到着。まあこれも楽勝でしょう。はい、式なさともオッケー。もうイエーイ。さあ五戦場交渉できるかしら。ああ、いけるね。よし、なんと今すぐ話をしたらいいですね。じゃあ小早川高影お願いします。さあ行きましょう。上手投稿してくれるかな。はい、オッケー、ナイス。よーし、この城いいぞ。いい心掛けじゃん。行くぜ。じゃあ柴田行こう。進め。じゃあそうですね、こっちの北条氏康の部隊は行くぞ。うわ、遠いな、本当に遠い。じゃあ鶴岡行きましょうか。進め。到着まで3ヶ月かかるって。さあ小峰城到着。小峰は、まあ水攻め56日でいいや。はい、金はあるんだ、金は。で、武田信玄は、あと飯の平城向かってるとこですね。了解。さあ攻撃中の、烏山城に12000が到着。それで何ができるんだ。おお、あ、石木なさとも OK。 イエーイ。さあ烏山は交渉できるか。さあ行ってみましょう。じゃあ大友義重。さあ、いやー、パーセンテージ低く、城主投稿だ、いけ。オッケー、すげー、ナイス、やったぜ。行くぞ。まあ南部の家臣ちょろ、みんなのも大田原攻めるぞ。俺に続け。さあみんなついてこい。はい、米沢到着。米沢は水攻め64日。で大田原到着、早いね。まあこう4強行44日で、はい、柴田城落とす、はい、で、はいはい、逃がして、かたじけない。さあ優しい信長さん、手段はしません。で、吉川元春は八千城いいですね。出陣する。さあちょっと戦場上限が厳しいのが、行くぜ。 なのでここ、はい、出陣する。準決勝壊してもろうて。で、はい、中部地方統一でございます、おめでとう。あ、中国四国とかあったかな。まあいいや。はい、織田信長が中部地方を統一した。家臣たちと天守へ上がった信長は眼前に広がる両国を見渡す。なんで受験にちゃうなんで。信長様、東海から北陸までを主に治められるとは実にめでたきことにございます。日の本ヒーローと言え、殿に歯向かえる者はそうおりますまい。殿下まであと少しですな。喜びゆかれ陽気に語る受刑に何で目を細めた信長は気のない返事を返した。ここからが初年場よ。我が方を出し果たすその時まで決して歩みを止めてはならぬ。皆がこれまでの労を称え合う中、これから相見えるであろう宿敵に信長は思いを馳せるのであった。ベベー。さあどうした南部、全然手応えがねえぞ。ほらで向こう引いたか。で大田城落とした、ナイス。よーし、拍子抜けだな。拍子抜けですよね、本当におっしゃる通りです。かたじけない。義弘を菅川で向かわせよう。振り返るな。でこちら北の方では、あー、また矢ヶ島さんか。さっきはどうも。で小峰城落とした、ナイス。まだ落としてない、まだ落としてないですね。はい、水攻め完了です。で、そうだな、交渉はできず、
で、小峰城も講和じゃなくて交渉できない。一応やってみるか。さあ行きましょう。細川藤坂で行きましょう。あー、田村さん来た。あー、城主投稿行くかな。行けるか。オッケー、すげえ。今回めっちゃ省略できる。素晴らしい。あ、気持ちいい。じゃあ菅川、三春にするか。出陣します。さあどうする。で、飯野平到着。飯野平は強行51日。はい、どうですか、どうですか。ちなみに調略できる方で、飯野平にいる人はおらん。さあ行ってみよう。で、米沢水攻め完了。おいおい、まだ3ヶ月しか経ってねえぞ、おら。さあで、この方が説得に応じる。成田さん、明星か。明星はこの辺だ。ここだ、ここだ。まだまだだな。さあ三春城到着しました。三春城は方位27日。はえで、どうですかね、三春城とか交渉。まあもうちょっとだな。行ってみましょう。さあ大田原落とした。はえ、あっという間に。素晴らしい。で逃がしてやるわ、しょうがねえの。さあ、立花道雪さんは、二本松行くか。出陣するぞ。さあどうするよ。で、あれ、あ、光秀、こら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 、前進みなさいよ、こら行きなさい。はい、菅川到着。菅川は方位70日、結構かかる。で、光秀交渉は、うわー、できないか。あの、ゴズメが向かってるからですよね。待つとしようか。さあ、で、朝廷より使いの者が来てます。はいはいはい、まあ、カイン帰ってた話ね。まだ関白まで遠いですね。さあどうだい。で、最上義咲46000か、めっちゃおる。で、こっち今準決勝壊してるとこですね。了解。さあ米沢落としました。ナイス、素晴らしい。何人たりとも止められぬ。いや、この人強いな。初段してるけど、まあ逃がしてやる。かたじけない。優しさを取り戻した信長なんだ私は。はい、進め。どうするよ。で、二本松到着。ここは方位27日。さあどうです、どうです。で、三春城、お、どうだ。あ、あと1日か。はいはいはい。で、こう指揮なさとわらんかちゃいりません。指揮は取りません。イエーイ。さあ山形、山形は方位74日。で、三春城も落としたナイス。まあ南部攻めも順調ですね。よし、じゃあ三春城は行くぞ。こっち、小高、小高、手柄を立ててみせようぞ、ね、はい、行きましょう。ついてこい。で、あと氷に邪魔城行ったら落ちましたね。8800人もいるのに。俺の手、どうした、どうした、どうした。いや、いいけど。さあ進め。どうする。で、吉川元春、まだ準決勝壊せないか。さあ、それでは今回はここまでにしましょうか。できれば次回で南部滅亡させるところまで行きたいですね。頑張っていきましょう。はい、さあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ぬぺんでした。さよならー。